猪苗代町の峰地区にある農家レストランゆい。店のこだわりは新鮮な旬の食材です。地区のみんなで育てた地元の農産物が味わえます。お米もそうですし、お蕎麦もそうです。あとの食材は個人個人が各家庭で作ったものをレストランの方に持ってきていただいて、それを利用させていただいております。一番人気は野菜の天ぷらがついた盛りそばです。町のブランドそば猪苗代天の香りが使われています。店は住民の働く場を確保しようと6年前にオープンしました。新型コロナの影響で先月まで1ヶ月以上休業していましたが、再開後の客足は去年の 1.5 倍に伸びています。集落はもとよりお客さんとの結び、そういうのもつながりを常に大切に心がけて、みんなで接待して、みんなでまた来るよって言ってもらえるようなお店にしていこうということはみんなで考えています。